When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. では、プルメリアのネイルをやっていきたいと思います。まずは5本中3本、少し明るめのターコイズブルーで色を塗ります。水色とかでも大丈夫です。その中の1本、今回私は中指にプルメリアを乗せていきたいと思います。このプルメリアを作るには、まずは黄色のアクリルパウダー、そして白のアクリルパウダー、そして 3D 用の小さな筆、そして 3D 用のアクリルリキッドが必要となります。まずは筆にしっかりとアクリルリキッドをつけたら、白のパウダーを取ります。この時にたくさん取りすぎないように注意してください。そしたらそのまま黄色のパウダーのところに持っていきます。すると白の先端に少し黄色がついた状態になります。筆をひっくり返すとこのようになっています。こうなれば OK です。そしたらそれを爪の上に乗せます。この時に黄色が内側、お花の中心に向くように置くのがポイントです。それができたらまずはお花の中心のところに筆の先を置いて、そこから筆の腹で優しく押さえながら花びらを作っていきます。プルメリアは5枚の花びらで片方がかぶさったような形になっていますので、花びらを作っていくときに片方はしっかりとぷっくりさせて、もう片方はほとんどぷっくり出ないように爪となじませるぐらいしっかり押しつぶしてください。また中心と花びらの先端は少し尖るように動かしてください。これは少し難しくて私もまだ苦手なんですけども、練習が必要なので何度も何度もやってみてください。はい、するとこのようにプルメリアができました。この手順であとはそのプルメリアをいくつもいくつも爪の上で作っていくだけです。先ほどと同じようにアクリルリキッドに筆をつけて、そのまま先に白のパウダーを取ります。そしたらその白のパウダーの先端に黄色のパウダーをつけて、爪の上に置きます。そして先ほどのぷっくりさせた方と同じ側に花びらがぷっくりするように作っていきます。このようにぷっくりさせて片方はペタッとさせるようにすると、それを重ねていくとすごく花びらが立体的に重なっているように見えます。この調子で花びらをきれいに重ねていきます。はい、こんな風にたくさんのプルメリアが爪の上に並びました。では全ての爪にトップコートを塗って硬化すると、はい、これで 3D プルメリアの埋め尽くしネイルの完成です。ちなみにこのプルメリアがちょっと飛び出していて不安だという方は、しっかりとジェルを何度も重ねてプルメリアを埋め込んであげてください。少しでも参考になれば嬉しいです。ぜひやってみてください。以上で 3D のプルメリアネイルでした。You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead.